買ってきたフィラメントの、糸引きについてはですね、テストデータをね、活用するといいと思います。プルサーの、公式のフォーラムというかデータがいっぱい置いてあるところで、ストリンギングテストとかでね、検索するとですね、そのテストモデルが出てきます。で、このね、ありますね、3センチのテストしますよ、みたいな、これあるじゃないですか。これをダウンロードしてきて、これでですね、リトラクトの設定値を探るということをするとね、やりやすいかなと思います。これね、リトラクションテストとかね、そういうのでも、多分ね、こうデータが出てくると思います。ストリンギング、リトラクションテストとかね、テストオブジェクトとかっていうので、この辺ね、サーチすると、いいやつが出てくると、思いますね。で、親切なやつはね、ここにもですね、糸引きの解決ってこうするんだよ、みたいなのが、このメイク&コメンツのところでね、言及してるのがあるので、ほら、あったでしょ。テンプレチャーが215でリトラクション 0.8 にしたら、こうなりましたよ、みたいなね。こういうテストでデータをすでにね、やってくれてる人もいるので、あ、これなんか綺麗ですね。ポリライト、マーク3でポリライトの PLA で 1.6mm のリトラクションにしたらこうなりましたってね、書いてくれてますよね。はい。なので、こういうね、テストデータを、拾ってきてですね、まず買ってきたフィラメントに対して、使ってみると。で、糸引きやすいのか引きにくいのか、リトラクション値の調整が必要なのか必要じゃないのかっていうことをね、探っていくとですね、解決、よりね、していけるし、こういうフィラメント、このフィラメントは、このメーカーのフィラメントはこういう傾向があるんだな、みたいなのが、掴めると思うんで、また同じようなメーカーのやつ買った時に、これはもうちょっとリトラクション最初から高くしとくか、みたいなね、想像もつくようになると思いますんで、ぜひね、ちょっとこの、ストリンギングテストみたいなね。それから、もし、英語のリーディングが苦じゃない方は、ストリンギングプロブレムとかね、ストリンギング、ストリング、フィラメント、とかで、なんか、フォーラムなんか検索するとですね、出てくるとは思いますので、なんかいろいろこれ試してやってみてください。